警察は浅野さんを死亡させた動機など林容疑者を厳しく追及しています昨日夕方山口県美祢市の中国自動車道で事故があり車に乗っていたお笑いタレントの桜塚やっくんら男性2人が後続車にはねられ死亡する事故がありました警察によりますと昨日午後5時ごろ山口県美祢市の中国道下り線で ワゴン車が単独事故を起こし追い越し車線に停車車ししましたワゴン車に乗っていた桜塚や君こと斉藤康夫さん37歳と埼玉県の砂森幸太郎さん55歳の2人が車の外に出たところ別々の後続車にはねられ死亡しワゴン車に残っていた2人が軽いけがをしました。桜塚さんらは 熊本県で開かれるコンサートに向かう途中で警察が事故原因などを詳しく調べています。